外国税額控除制度とは全世界所得課税制度を採用する国が国際的な二重課税を排除するために自国での納税額から外国で家得された所得に対して課税された部分の税額を控除する仕組みのことである。外国税額控除は控除対象により二つに区分される。納税義務者本人が外国で直接納税した税額を控除する直接外国税額控除。 居住地国の法人が、厳選地国に所在する外国市会社等から配当を受けた場合に、その外国市会社の厳選地国での納税額のうち、その配当の額に対応する部分の金額を、あたかも居住地国法人自ら納税したものと、みなして控除する、間接外国税額控除。間接外国税額控除は、法人が海外進出を行う場合に、支店形態で行うときと、 子会社形態で行う時と,との中立性を保つために置かれている。租税条約上もこの制度を追認する形で条項が置かれることが一般的である。日本では一部の途上国に対して租税条約でみなし外国税額控除を認めている。この制度は厳選地国である当該途上国が外国企業誘致を目的として所得に対する課税の減免を行っている場合に その減免された税額を、あたかも課税済みであるかのごとく、取扱い日本の税額から控除を行う制度である。この制度の目的は、全世界所得制度を採用しているために、厳選地国において取られた課税の減免措置が結局は無駄になり、厳選地国の税収を居住地国にシフトするだけになるを防ぐことにある。もっとも、この制度については、 もはや途上国とは呼べない国に対しても、温点を与えている場合もあるほか、第三国のトリートショッピングの温床となっているとの、批判もある。ありがとうございます。